真ん中にね1円でも置きます。そしてなぜゾウさんを選んじゃったのかな。はい、サニちゃんです。今回はシルバニアファミリーの着ぐるみ指人形を作ります。では順番に用意するものを紹介していきます。まずねフェルト、今日私カエルを作ろうと思うのでカエルさんの色緑にしてみます。はい、そして紙ですね、型紙取る時の紙です。これノートでも何でも大丈夫ですね。はい、そして物差し定規ですね、あとハサミ、あと糸と針ね。はい、そしてあとこれ1円玉ですよ。はい、使います。あとこれ型紙取る時にね鉛筆、そしてチャコペン。チャコペンね、消えるものがいいと思います。お人形にねついたりすると嫌なので消えるものがいいと思います。あとマジック、これお顔描いたりねするときに使うマジックです。はい、であとはこれあったらいいなっていう感じのもの、ね、これ目玉のボタン、これダイソーで売ってますのでこういうね目玉のボタンとか、あとこういったね飾りつけたい人はねこういうのあるといいと思います。であとまあボンドがねあればこれのねつけたりもできるので楽ちんですということです。はい、ではまずですね型紙を作ります。これですね縦が6.5センチ、横が10センチ。はい、こんな感じで切り取りました。でこれをですね半分に折ります。ね、こんな感じで半分に折ります。でもう一個折ります。4つに折りますね、こうやって折りました。そしたら広げるとね、こんな感じで折り目がついてます。でそこにですね1円玉を、数字の1を横にするんですよね。1を横に、でこう置きますよ。折った筋に1を合わせるといいと思います。この真ん中にね1円玉置きます。そしてこれを丸くね型を取りますよ。こうやってこんな感じで、はい、これになりましたね。こうやって真ん中に丸が描けました。そうしましたら今度はこの十字に折れてる中心のところに1円玉の上の部分をこう当てますよ、ね、で、筋の位置は先ほどと同じく横向きにしておきますよ。この1円玉の端っこ、ここ数字の1の端っこ、数字の1のこっち側側の端っこにこうやってチェックを入れます。こんな感じでね入りますよ。そうしましたらこれ折りますね。こうやって折りました。そしてここにですね切れ込みをパチンと入れます。で開きまして、このね円の内側切れ込みのところからハサミを入れて円を切っていきます。穴はね小さめの方が可愛いので小さく円の内側を切ってください。切れました。はい、そして今度このね手を入れるところをね切りますよ。これはねこうやって折ります。この線がね見えるように折りますよ。この線がこういうふうに、こんな感じで、そしてこの切れ込み、この線の上をパチンと切れ込み両方ともパチンと切ります。
しました。こんな感じで両方ともに切り込みが入りました。型紙はこれで完成です。はい、そうしましたらこのフェルトにですね移していきたいと思います。こんな感じで置きますね。こうやってチョコペンで書いていきます。で真ん中の円も描きます。そしたらこの腕の切り込みのところにもこう入れます。腕の切り込み、こっち側も入れます。はい、でちょっとねめくってこうやって見て、ね、もし薄くてついてないだったらこうやって、ね、足してみてください。では切っていきますね。はい、切れました。そしたらね、ここも円もですね、型紙の時と同じようにこうやって半分にね折って、ここから切れ込みをねこうやって入れて、それからね切ると切りやすいですよ。はい、そしてこの腕のね両腕の穴も開けます。こうやってね型紙の時と同じように折ります。こうやってね、こうやって線、ここの線をこの線を切ります。パチンと。もう一つこっち側もパチンと切ります。はい、そしたらですね今度はこの切ったところ、今切ったところをこういう風に折ります、ね、でこの切れ込みに対して十字ね、クロスに線を入れたいのでこうやってね十字に切ります。この切れ込みね、もう一個、もう一つもこうやって折っといて、この切ったところに対して十字になるようにこうやって切れ込みを入れます。はい、そしたらこの丸とあとクロスの十字に切ったところが2箇所こうやって開く形になります。はい、そうしましたらですねこれ、今日はねゾウさん、ゾウの赤ちゃんにはめたいと思います。こうやってはめてみます。でねこの時に手とかねサイズを確かめて、もし小さいようであったらここでね直してちょっと大きめの穴にしたりですとか、サイズをね調整したらいいと思います。はい、こんな感じです。今度は後ろ側をですねこう留めますよ。下からですね指を入れて、でどのくらいのサイズになるかねちょっと自分でこう合わせてみてください。まあ待ち針あればですけど、なかったらもうねそのまま縫っちゃってもいいですけど、待ち針とか今裁縫用のねクリップ、待ち針の代わりのクリップとかもあるので、そういったものでねこうやって押さえておいて、よいしょ、一旦お人形をこうやって外します。針と糸で縫っていきます。まずねこの待ち針留めたところね、この下からこんな感じで入れていただいて、で目立たないね糸でやればいいと思います。私今日ねここは見えやすいようにね白い太めの糸を使ってますけど、フェルトと同じ色の糸でやれば全然目立たないので、でこれをね2回こうやって通します。はい、こんな感じ。はい、そしたらもう待ち針はいらないので抜いちゃって、こういう風になってますね。はい、でここをですね玉留めします。はい、ね、こうやってこれ、ね、ちょうど穴開いてるんで、こういうとこは指入れて、でこうやって針を押さえる形で1,2,3とまあ、玉止めで合ってるよね、うん、玉止めしますね、こうやって。はい、
よいしょ、はい、でこうやって1箇所縫えました。はい、はい、では2箇所目ね、真ん中を縫います。ここ縫ったところとね、同じこの太さになるようにここを持っておいて、ね、で、真ん中を縫います。この穴から入れていくといいと思いますよ、ね、ここから入れて、なるべくねここと同じ幅に、ね、なるように、こうやってあの丸い穴から抜けれるので、こういう感じでねやります。1回でもう1回2回通しますね。ここ2回目を通します。はい、2回通しました。ただですね、この真ん中こっち側からこういう風にね穴を使って、ここで玉留めしますよ。1,2,3、はい、よいしょと、はい、で、2個目ができました、ね、で3つ目ですね。3つ目もね、ここ同じようにまず2枚をこう重ねておいて、内側から針をねこうやって入れます。こんな感じで、はい、そしたらですね、これをピチャッとね全部くっつけちゃって、その上からねこうやって縫います。でその時ね、前にね糸が来ちゃうので、どんな感じで糸が出るか見ながらやった方がいいかなとは思います。よいしょ、こんな感じですね。で、もう一回やります。よいしょ、こんな感じでね。今日白糸なんで目立っちゃってますけど、こんな感じで、はい、そしたら後ろは玉留めねします。でこれ糸出てるので、こう目立ちたくなかったら中側にねこう針を一旦通して、中でねこう玉留めしてもいいですよ。ちょっと難しいかもしれないですけど、あの簡単にやりたい人は外でね留めちゃって大丈夫です。はい、はい、こんな感じで 1,2,3 箇所縫えました、ね、で3箇所目だけ上にこういう感じで出てます。はい、もうねこれで完成ですよ。完成。もうあとはですね、皆さんお好きなようにお顔を描いたりですとか飾りをねつけたりするということになります。では私今日ねカエルさんにするので、このお目目つけたいと思います。ねカエルさんなんでね、こんな感じがいいかな。一旦こうやってね置いてイメージをして描くといいと思いますよ。はい、こんな感じでカエルさん描いてみました。では着せてみます。よいしょ、ね、ゾウさんが、よいしょ、着れるかしら。そうゾウさんね、お花があるの忘れてたよゾウさんの場合は お顔をちょっと横向けてお花をね、よいしょ、なぜゾウさんを選んじゃったのかな着せにくいですね、ゾウさんの場合は。完成しました。ゾウさんカエルになったよ。はい、こんな感じでね出来上がりです。でこれにね、こうリボンつけたりですとか、このお腹のところにねアクセサリーつけたりとかすると可愛いと思います。このね真ん中のねこの糸を止めるときに端っこだけ止めて、こう真ん中上空いてたりですとか、こういった方法もできるし、あとねこの子なんだっけ、この子、そう、あんこちゃんちょうちんあんこちゃんなんだけどこの子みたいにね、上をこういう風にこうちょっと巾着みたいにねキュッて絞ったりすることもできますね。いろんなアレンジができるかと思うのでね、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今回は
シルバニアファミリーで着ぐるみの指人形を作ってみました。皆さんもぜひ作ってみてください。それではサニちゃんでした。バイバーイ。バイバイバイバーイ。